にちは、秋山さくらです。今日はソースタルタルでアジフライご紹介します。なんか毎回食べるために想像以上に美味しいと思うアジフライです。バッター液です。バッターじゃないよ、バッター液です。っていう感じでいきますけれども、本日の材料はこちら。まあ基本的にはですね、揚げ物を作るときに必要な材料がここに揃ってるんですが、そのバッター液っていうものはどういうものかと申し上げますと、卵と小麦粉とお水をある割合で混ぜ合わせた薄い卵液のようなものですね。バッター液を作るとのくぐらせるとですね、こうパン粉がピシャッてピチャーってつくと、外側にで膜ができるので、熱の入り方もしくは水分の出方っていうのがですね、非常にバランスよくフライを仕上げてくれるわけでして、こういうアジのようにふわっとした食感を楽しみたい揚げ物にはぴったりな素材なんです。どうせ使う材料同じなので、一回そのバッター液っていうのをくぐらせていただいてから、パン粉をピチャッとつけていただき、さっさっさっと短時間で揚げていただくと、ジューシーカリッとふわーっとのアジフライができます。それでは早速作ってみましょう。はい、アジフライでございますが、これですね、背開きと言われる切り方をしています。この背開きにするのは、いわゆる洋食屋さんとか定食屋さんとかで出てくる、洋食屋さんなんですよね、定食屋さんで出てくるこのさばき方なんですけれども、家ならば三枚おろしのアジ、もしくは家で3枚におろしていただいたものをフライにしていくのが食べやすいし、美味しいです。手開きでアジをやっぱりこうおっぽもついた状態であげたいわっていう主婦の方はですね、ぜひ友人カウンターで手開きにしてくれるかしらなんて言っていただければ、あいちょっつって職人さんがやってくれるので、ぜひそれも試してみてください。詳しい魚のさばき方はまた別編でご紹介していきたいと思います。ではバッター液ですね、早速作ってきます。はい、バッター液ですが、分量はいろいろ数数字は出てるんですけども、卵が1個、水が大さじ2、薄力粉が大さじ4入ります。でですね、水と卵をちょっと混ぜ合わせていただいたところに、このように小麦粉を入れていただいてですね、作っていただきます。まあバッター液使うと洗い物が少なくて済むとかっていうご意見もあるんですけれども、そこに関してはそんなに楽になるっていうふうには思わないでいただきたいなと思います。結局薄力粉、このバッター液をピタッと素材にひっつけるためには薄力粉をどうしても最初につけてあげたいんですね。なんで結局一緒じゃんっていう感じになると思うんで、これはこれでより美味しくするためのアイデアとして覚えていただければと思います。そこにお塩ですね、ちょっとお塩、まあ卵って比較的塩気が欲しい素材なんですよ。なんで卵1個入ってるんで、ちょっとその卵に合わせて塩を振るイメージでお塩入れてください。あと白胡椒混ぜます。はい、これでもう完成です。そうしましたら早速いくんですが、衣をつけたらすぐ揚げたいなと思います。なので先にソース、タルタルソースを作ります。ソースタルタルですね、タルタルソースです。揚げ物とかによく使われる、今日は玉ねぎとコルニッションっていうきゅうりのピクルス使用しておりますけれども、やっぱりですね、多少の甘みが必要です。でコルニッション使うと多少の甘みが入りますので、入れてるお砂糖は最小限でいけるんですけども、
こんなの持ってないわよ、まあ、要するにあのピクルスですね、甘いあのピクルス、あのちょっと甘酸っぱいピクルスを、こんなの持ってないわよっていう場合は、このお砂糖の分量を少し増やしていただく。これで甘みと酸味のバランスが立ちます。で、甘みも足すし、コルニッションとかあの素材も入れるし、ちょっとお酢も入れるし、このお酢をちょっと入れていただくとですね、キリッとしますんで、やっぱ甘いタルタルソースはですね、まあちょっとお子さんがお好きな方もいると思うんですけど、私はもうフランス料理屋ですから、酸味がピシッピシッと決まってるタルタルソースが好きです。はい、ではソースタルタル作っていきます。マヨネーズを入れます。もうこれは素材合わせるだけです。まあ、ちょっとなお砂糖入れるの抵抗あるわって、酸味甘みあの足すのはどうかなって思われる方は、この 甘酸っぱいピクルスを多めに入れていただければ、お砂糖入れる必要はないです。まあ、ご家庭なんだね。甘酸っぱいっていう風に作る場合は砂糖を入れていただくのが手取り早いかと思います。そして刻んだ固ゆで卵、約12分ぐらい火を入れてます。ここに食感のアクセントに玉ねぎのみじん切り入れてます。シャクシャクとした食感が私は好きです。で、玉ねぎ入るとシャクシャクして美味しいんですけど、そんなにシャクシャクする必要ないわっていう方はですね、玉ねぎも入れなくて大丈夫です。卵と、マヨネーズでも十分美味しくなります。はい、このように、作りました。ちょっとアジフライなんでね、あのお魚に合わせる、タルタルソースですから、少し酸味をキリッと効かせて仕上げています。お酢忘れてました。入れ忘れよくあります。全然気にしないでください。で、結局は味覚と相談してください。で、味わいはですね、自分の好きな舌の味覚で勝負していただければと思います。ちょっとキリッとさせたいときはお酢もう少し増やしていただいてもいいし、お砂糖を減らしていただいてもいいし、ちょっとうまみやコクが欲しいなっていうときは、ちょっとウスターソースとかのソースを入れると深みが出ます。私たちフランス料理屋だと、ちょっと酸味をキリッと辛みを補うっていう意味では、タバスコソースが入ったり、タバスコっていうのはまあソースですね、そういったものが入るとよりキリッとする場合もありますので、刻んだパセリを入れてもらうとか、そういったのもご自身の好きな味わいに寄せていただければいいです。パネ、いわゆるパン粉をつけていきたいと思います。塩コショウ、今日は1尾は、背開き、1尾はさまおろしになってます。お塩を振っていただきまして、コショウしていただき、ここでですね、美味しくするポイントは、薄力粉を一旦まとわせてあげてください。こうすると全然衣のつき方違いますので、ちょっとひと手間ですね。ただこれすると美味しく仕上がりますから、ぜひやってみてください。お魚はですね、揚げすぎると硬くなってしまうんですね。それが一番もったいないので、高温、まあ、170度なんで中高温で、短時間ピャピャッと揚げるというふうにしていきます。では余計な小麦粉をはたきまして、バッター液ですね、ちょっとこのように。で、バッター液つけるとなんか衣が重たくなるっていうふうに思われることもあると思うので、余計な部分は落としてあげてください。そしたらパン粉をつけていきます。よし、この時にですね、しっかり隙間にもですね、パン粉がつくようにしっかりギュッギュッギュッと、ワンツーワンツーワンツーツーっていう、まあから元気って言うんですけど、揚げていきます。短時間でいきましょう。だいたい170度です。いってらっしゃい。ね、約1分から1分半ですね。外側のパン粉が程よく黄金色になったら仕上がりです。油の温度確認するとき、私は箸使うの好きなんですけど、水分を拭き取っていただいた箸をですね、チュンと入れて、まあ、今揚げ物してるから今じゃなくて入ってないときにやるんですが、シュワ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 ーって箸から気泡が出るのが180度高温です。で、じんわりふつ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 って気泡が出るのが、
160度低温です。だいたいその間ツツツツツツツって元気よく上がっていくぐらいが中温ですね。その中温で揚げていきます。でこのバッター液使うメリットの一つにですね、あの冷えてからもサクサクっていうこれです。水分の蒸発の問題で非常にサクサクが長続きしますね。はい、だいたい1分半ぐらい経って程よくいい色になってきたので揚げます。はい、うおー大きい。はい、じゃあいきますよ。もう一度ちょっと油の温度確認するので入れます。おー、シュワーといい感じに、まあ、ちょっと温度高いので火を弱めてバッター液をくぐらせて余計な、液体を外しながらパン粉に落とします。でパン粉に落としたらしっかり四隅にまで、パン粉が行き渡るようにですね、しっかり上から押さえながらパン粉を貼り付けていきます。そしてついてピッピッピッと押さえたらここで揚げます。いってらっしゃい。おい、これは三枚おろしにした味ですね。よいしょ。でバッター液は小麦粉と卵とお水で作ってるんですけども、米粉って今比較的スーパーでも手に入りやすいお米を使った粉がありまして、それだとよりサクサクとライトに、食べられます。なのでそれもぜひお家に米粉なんかあったらですね、米粉、薄力の分量を米粉に変えていただいて、作っていただければもっともっとサクサクと軽い仕上がりになってきますですね。温度低いとですね、油っぽい仕上がりになりますから、最終的にはしっかり170度で、いい音に。で1分ぐらい経つとですね、魚の水分が飛んで少し軽く浮き上がってきます。これお野菜とか天ぷらするときもそうなんですけど、熱が入ればあるだけ水分が蒸発していって素材自体は軽くなっていきますね。と中華にこう浮いてきたりすると火が入ったっていう、まあそれが一概には言えないんですけど、だいたいこうやって少し浮き上がってくるぐらいの、揚げ加減がいいかなと思います。で揚がったアジフライがこちらでございます。はい、短時間で仕上げましょう。はい、アジはこのように上に揚げていただいた後もですね、どん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 余熱で火が入ります。でパサパサになっちゃうともったいないので、1分から1分半ぐらい、衣がいい具合にきつね色になったらもうすぐ引き上げてください。でここでどん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 中に火が入ってきます。で素材からプシュプシュプシュって水分が出るんですけども、普通だったらそれで衣がしっとりしてきてしまうんです。ただバッター液にくぐらせてますのでサクサクのまま美味しそう。盛り付けていきたいと思います。やっぱりアジフライって言ったらキャベツですかね。こんもりです。やっぱりキャベツですね、揚げ物には。そしてドカーン、ふー高い、ズバーン、ドン、きたー、ちゃっちゃちゃーん、アジフライです。外側カリカリ、おいしそう。ではサクサクに仕上がったアジフライ食べてみます。よし、これどうやって食べたらいいんだろうな。こうかな。おいしい。アジフライっておいしいですね。まあ、自分で作った料理こんなに感激する人いるのかっていうような反応ではございますけれども、なんかこうちょっと手間ですからね、揚げ物なんで。なんでこう一回油を揚げ物用に一回温めたら、次の日は汚れた油のゴミだけすくってとんかつにしたり、その次の日は唐揚げ作ったり、油を何度も再利用っていうものも、いいかなと思いますから、今週は揚げ物元気いっぱい週間みたいな感じですね、入れてください。いい感じです。バッター液で衣をしっかり
外側バリア作っていつまでもサクサクっていうのをやってみましたけれども、だいぶサクサクです。でこれちょっと置いて、きくりを置いておかずとしてもサックサクで食べられますから、ぜひちょっと揚げたて食べていただくのが一番いいんですが、お父さんごめんね、今日はちょっと帰ってくるときに揚げたてじゃないけど揚げ物用意しといたよ、アジフライ用意しといたよって言ったらですね、この時間が経ってもこうサックサクですか、サックサク、時間が経っても美味しく食べていただけると思います。はい、うん、バッタイキナイス。いけるんですが、ポイントは長時間揚げるものはバッター液が硬くなりすぎてしまって適さない場合もあります。なのでとんかつなんていうのは厚さにもよりますけど 3,4 分とか油の中に入っている状況ですから、そういう時はバッター液よりかは薄力粉、卵、パン粉の順でつけていただいた方が衣のボリューム感が少しライトになりますから、バランス的にはいいかなと。こういう柔らかくて短時間でグッと揚げるような素材はですね、バッター液いいのかなと思ってます。こういうのは家庭で作ってくれるお母さんになりたかった一皿です。ぜひ私も家でこんなアジフライ作ったことないんですけど、まかないとかで作ったことありますが、なので多分子供たちも好き、子供一人しかいないけど、タッチいないけど、その子供も喜ぶと思うので一応作ってみたいなと本当に思いました。はい、今日はありがとうございます。ごちそうさまです。てってけてってって。